では改めまして1番の良一さん、よろしくお願いします。まずは初めに簡単な自己紹介をお願いします。自己紹介後にタイマーをスタートします。それでは皆さん、こんにちは。ちょっとマイクもあるんですけど、性質上私マイク使わないで話をさせてください。なぜかはこの発表の中でわかるかと思います。皆さん聞こえますよね。はい、ありがとうございます。で、私は東京の国立国会図書館という、日本には老本収められて所蔵されている4500万冊ぐらいの資料があると言われてますけど、そこから宮城県図書館に実は人事交流で来ています。さっきスタッフが黄色いジャンパー着ていますって言っていましたが、ちょっと着てないんですけど、私も宮城県図書館で今お仕事をしています。発表者があまりにも少ないと寂しいなということで参加させてもらいまして、というか参加しろと司会に言われましてこのように無事5名の参加者をいただいたので、今日は皆さんで楽しく本を紹介できるといいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは始めます。はい、皆さん、今日私が紹介するのはこのきらめく拍手の音という本です。本棚でこの本を見かけた時にどんな内容か知らなかったんですけど、なんかすごい綺麗なタイトルだなと思って手に取ったのがこの本と出会ったきっかけです。でもよく考えてみると、きらめく拍手の音って何の話だって思ったりしないでしょうか。弾む声とか言いますけど、それもなんとなくあルンタルンタルンみたいな弾んでるんだろうなっていう感じがしますけど、声っていうのがきらめく輝くっていうのはどんな意味だろうって思ったりしますよね。では実はこのきらめく拍手の音っていうのは副題に手で話す人々と共に生きるって書いていますが、手話あるいは韓国では主語、手の言葉って言われますけど、手で話す人たちの拍手なんです。拍手ってこういうふうにってやりますけれど、手で話す人たち、つまり耳であまり言葉を聞くことができない人たちにとってはってやってもあまり意味がありません。その代わりに多くの国の手話、手の言葉ではこのようにして拍手を表します。なので多くの手で話す人たちが集まって大会とかでこれの代わりに拍手をしていると、まるで手がきらめいているように見える。それがこのきらめく拍手の音っていう言葉の意味なわけですね。で、副題、手で話す人々と共に生きるって書いています。これはどういうことかっていうと、コーダチルドレン・オブ・デフ・アダルト、つまり手で話す人たちの間に生まれた子供さんなんです。元はこの本ドキュメンタリー映画だったんですけれど、この本はその映画はちょっと宮城県図書館にないので、代わりにといいますかこの本を今紹介しています。で、今さっきから耳の聞こえない人とかじゃなくて手で話す人って言っています。韓国でも私たちは耳が聞こえないという障害があるわけではなくて、手で話すっていう違う文化を持っている人たちなんだ、その聴覚障害者ではなくて聾者という呼び方をするので、その手で話す人々ということになっています。考えてみれば日本とかだって、あるいは私たちが外国に行ったって同じように、例えば私タンザニアという国で2年間暮らしていましたけど、現地の言葉スワヒリ語で、じゃああの人かっこいいとか言ってくれればいいんですけど、言ってくれたとしても何のことだろうって聞いてもわからないんですよね。同じようにこの韓国あるいは日本という国で暮らしている手で話す、これ日本手話で手話って言うんですけど、手で話す違う文化を持った人たちなんだっていうことです。例えば、日本手話ですけど、やっぱり日本の手話、日本の言葉、手の言葉で、私の名前は宇野と申します、よろしくお願いしますということを言いました。私は手話習いたてなので、ちょっと赤ちゃんがバブバブ言ってるような感じで、赤ちゃんだったら可愛いかもしれませんけど、私はあんまり可愛くないですけど、
実際にはその手の言葉、英語も綺麗だし、日本語とか韓国語もそれぞれ独自の美しさがありますが、手の言葉にも独自の美しさがあるわけです。ちなみに今その可愛くないってやりましたけど、この本の中に韓国の手話では可愛い、こうやるらしいですよ。そういうふうに韓国語と日本語が違うように、日本手話と韓国手話も違うものです。ただその動作とか特徴を表した手話なんかは場合によっては似ていることもあるので、この本の中でもアメリカに行ってそのアメリカ手話と韓国の手の言葉で違う苦労したっていうのが出てきますが、例えば手話で日本手話ですけど、これ皆さん何かわかりますか？アメリカとかで盛んな野球ですね。はい、そう、野球です。そんなことふうに特徴を表した言葉なんか共通することもあるので、手で話す人たち多くの国で分かり合うことができると思います。ですのでこの本は別にそういったかわいそうな人たちのことを勉強しましょうなんてつもりで持ってきたわけではありません。なかなか自由に旅行もそれどころか話すことも難しいご時世ですから、せめて紙の上で韓国、それから韓国の手で話す人たちの文化の中に旅行をしてみてはどうかと思って持ってきたわけです。すみません、お時間となりました。ありがとうございました。皆様拍手をお願いします。早速ですね、2分間のディスカッションタイムに入りたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いします。はい、お願いします。はい、質問なんですが、その文化の違いを本の中で感じて印象に残った、あ、こういうこんな違いがあるんだなと、こう発見があったようなところってどんなところだったのかなと気になりました。これは著者がアメリカに行った時の例なんですけれど、手で話す人たちの学校、大学では壁がガラス張りになっていて、部屋の外と中でお話ができるんですね。できるということが書いてあります。私たちがこの壁の向こうの人といくらお話をしようと思ってもちょっと難しいと思いますけれど、そんな感じで手の言葉の独自の優れたところ、逆に後ろとか見てたら分からないので、独自の苦労をするところ、そんなことがあるなというのが印象に残っています。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか？ちょっと30秒ぐらいあるんですが、大丈夫ですかね。はい、では宇野さんありがとうございました。皆様改めて拍手の方お願いいたします。本を持ってご移動をお願いします。